ヒロです。よろしくお願いいたします。今日はですね、エフェクターの思想動画に、したいかなと思うんですけども、前々から気になってたんですけども、これ、ゴートでいいんですかね。ゴート、ジェネレーター。ロックマンのサウンドを出せるエフェクターということで、生徒さんがですね、こちらを購入された生徒さんがいて、こうやってちょっと、お貸しいただくことになったので、今日これを弾いてみたいかなと思いますので、最後まで楽しんでいってください。本当に今、生徒さんに、お貸ししていただいて、今手に取ったばっかりなので、本当に初めて触るので、こう初めての状態で、音作りをしてってみますので、最終的にどんな音になるか、ちょっとぜひ楽しみにしていてください。はい、では、僕はいつも最近使ってるテレキャストで音作りをしていきたいかなと思います。ではまずちょっと、オンにしてみますね。で、つまみは全部まっすぐにしてある状態です。じゃあ、そうか、まず普通の今ね、このクリーンの音、そのままじゃあオンにして、全部つまみがまっすぐになった状態です。オンにしてみます。僕はもう本当イメージはやっぱりロックマンって、ボストンというのもやっぱ僕のイメージとしてやっぱり松本さんのその初期のサウンドなので、それをちょっと頭にイメージしながら、ちょっと手探りで一回作っていってみますね。はい、なんかぽい音に近づいてきたかなと思うんですけども、はい、という感じです。今日はこのゴートの、思想動画でした。またいろいろ上げてきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた。